はい、はい、どうも内山です。ついにですね、メジャークラフト大阪本社に到着しました。これからじゃあちょっと中をご紹介させていただきますので、それでは突撃、レッツゴー。はい、というわけで、今私はメジャークラフトさんのショールームに来てます。で、これからですね、ちょっと僕ビギナーということで、僕に最適なロットをちょっと選んでいただきたいということで、ご紹介させていただきます。メジャークラフト海外マーケティング担当レジェンド浜野さんです。どうもどうもよろしくお願いします。ナマスカラ。いやいや、ナマスカラ、ナマスカラ。浜野さん、今日はよろしくお願いします。ちょっと僕も、はい、ビギナーということで、はい、僕に最適な、そうですね、ロットをちょっと選んでいただきたいということで、初めの一歩、初めの一歩、今日今日から、今日から、ね、やっていきたいと思いますので、はい、今日は一日、よろしくお願いします。よろしくお願いします。わーい。ソルパラもはない、ソルパラは完全にビギナーなんですけど、それをちょっと背伸びしちゃってるわけです。ちょっと背伸びなるほどなるほどなるほどしちゃってるけれども、それなりにやっぱりスペックはあるので、例えばこういうクロスフォースが入ってたとか。何ですかクロスフォースって。クロスのカーブですね。このブランクがありまして、はいはい、その上にこうクロスになるようにカーボンのテープで締め込んでるんですよ、だよりこの、ブランク、ブランクの差を、はいはいはい、ブランク自体ここでパワーアップされてる、だから魚をかけた頑丈、そうそうそう頑丈、魚をかけた時によりここで耐えてくれる、っていうのはこのプロステージの、ソルパラと違って、そういうそうなんですね。ソルパラよりもちょっと頑丈にできてる、まあ、頑丈というか、まあそうですね、頑丈さもそうだし、であとはついてる付属品も、まあ、グレードは上なんで、例えば軽かったりだとか、より軽かったり、より感度が良かったりとか。なるほど。この2つの違いはどういう違いなんですか。これはもうパワーですね。パワー、だから投げたいルアーの、よって感度、まあもちろん場所とかいろいろあると思うんですけど、まずは、初めて使うんだったら多分 M の方が多分扱いやすいと思うけど、でもそのインドのね、その場所とか使うルアーとかによっては M H の、まあ、ルアーの重さが違う、扱いの重さが違う。どっち？違うでしょ。長さも違う。そう、長さ、足場が、そう、そうです。そう、これは7フィート9フィート、これは8フィート。まあそんなに変わらないかもしれないですけど。でもなんかアルーンが言ってた感じだったら長い方がビギナー、なんか9フィートとかだよね、ビギナーは。おそらく何でもロット的に扱うからでしょ。なるほど。餌付けでもやるし。はい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 、はい、私は別にこのサードやろうと思って、そこって使用が早かったりするわけじゃないでしょ。ゆっくりですね。でしょ、はい、実際そんな重いのいらんのじゃないっていうか思いますね、だからまあ9ビートの長い竿で、ある程度長い竿で重たいつけて投げたいわけじゃないからっていう。でも遠浅なんで、多分おそらくそこまで、ね、遠投しなくても、はい、ね、で岩があるわけじゃないですか、はい、その岩についてるロックフィッシュを狙うんだから、
まあ、多分この7球とか8ビートぐらいの方が、まあ、取り回ししやすいし、よりこう狙ってキャスト。なるほど。コンペティションやったとこってさ、なんかこう、そうそうね、サンバシみたいな感じで、そうですそうですそうです。ということはゴロ大使やるって足元だけなんじゃない？沖って結構砂やったりする。砂に砂の中に根が。沖まで根があるんですか？砂浜でしたよね、あれ。砂浜でしょ。でしょ。じゃあやっぱりこれの周りにだけゴロ大使が入って、その周りで多分するってこと。多分あれが何本もあるんじゃないですか、出てるのが。その1個だけドーンって。あ、1個だけドーン。その砂と木の周りに、ね、魚がいて、それに食ってるの。こんなやっぱいらんが、知らんから急にとか。多分砂浜の中に敷いて、絞り、絞りってその、はい、ちょっとした岩が、はい、砂浜の中に点在してるって感じ。あと、だその点在してるところに砂が積もる。なるほど。まあ、そこの足元もそうだし。ということであれば、こっち短い竿の方が取り回ししやすいし、より狙ったところに打てるし、より狙ったところに打てるって、初心者としては、楽しみそうだな。あ、やりがいは、やりがいは、練習しがい。練習しがいがありますね。で、長い竿よりも、丸は扱いやすいし、ね、コントロールしやすい、動かしやすい。実際これリールつけて投げてもらったら分かりますけど、はい、25g の重さになります。まあまあまあ、こっち落としたほうがいいな。大体サウナ障害の時は。じゃあここにもう全部データが映りました。なんかすごい何か出てきた。なんか出てきました。だからその 50g まで投げれるとか言いますけど、はいはい、50g つけてもらったら結構ね、来るから。50g。 これが僕のフィッシング人生の1本目ってことですね。今これちなみに 50g の重量です。結構ずっしりくるんだな。結構思ったよりもバックスの。これは25g ですね。これは何やとちょっとしっとりだから50g まで投げるって言ってましたけど、うん、それはまあさっきの QB とかグリーンジャンプとかで、もう結構グッときますね。結構ですね。だから30、10からの 30g だと、まあ、25g だけど、まあ、30g だと30g。贈呈式だから上で贈呈式。あ、まあ、あればね、あれば、あれば全然いいですよ。上にあれば。ですか、はい、使えるやつがあれば。うち、What is your first lot? クロステージ。クロステージ CLX792MS。This is not a lot.